ノーザンホースパークを遊び尽くせ馬王決定戦。今日はこのノーザンホースパークさんで、どちらが馬への愛情が強いか3本勝負を行いたいと思います。遊びもね、仕事も全力で楽しめます、はい、僕は小学校の時とかよく家族で遊び来てて、まあ、案内できるぐらいかなっていうのはあります。前の知識も皆無に等しいっすね。あんまりそのまま見たことない。よろしくお願いします。めっちゃ乗りたかったんですよ。でも来た時楽しそうだなと思うけど。よし、これめっちゃ5秒。いいね、でもああいうのをデートで来て乗ったら確かに雰囲気いいなんて最高だね。最高ですね。楽しそう。じゃあ早速、これめっちゃ5秒。いやこれだってさ、僕こう高さ来なかった。いやめっちゃ5秒俺。レッツ自転車。あ、いい。いや重たい重たい。めっちゃ軽いっすよ。あー、ブレーキ全然ブレーキしてますね。しかも、こいでください。2人でこいでください。こいじゃないな。あー、練習足りないじゃん。到着。これ超楽しいっすよ。いいね。インパクトはあんまり大きくなかったから、お母さんもそんな大きくないんじゃないかと。じゃあ僕は逆張りでいきます。速そうな馬、門別行ったんですよ去年一緒に。時になんかパトックとか見てちょっとなんかありましたよね、なんか速そうかなみたいな。まあ当たってはいないですけど。オーラ、ご案内させていただきますので、ポイントですね、はい、ポイントはまず体の色が焦げ茶色ね、はい、あとサラブレッドなので足が長いです、はい、あともう一つはお顔に白い模様があります。結構、はい、確かに。でも思ってた通りだったな。そうだろうなって思ってたから、ディープインパクト見たことないでしょ。いや、風間さん分かってそう、なんか体小ぶりだなとかあんまり分かんないから確かに。黒い、かわいい。違う、ディープ自体はね、結構黒かったイメージあるけど。そうなんですよ。サービス精神。わかる。せーの。まあ、色と足も長いし、顔に模様もあるですけど、確かに風間さんの方もそうだったんですね。けどなんか通じ合うものがあったんで、ビビッときたから。感覚で物事を進めるから。では正解の方はあちらです。ありがとうございます。はい、こちらが、はい、性格はですね、普段ポニーたちと一緒に過ごしているので、とても優しくて面倒見がいい馬ですね。あとはお客様ともたくさん交流できる、はい、人にも優しい。現在年は32歳。すごい。はい、大変高齢な馬ですね。まあ、ここで言うと1ポイント上げといた方が勝負面白くなると思ったからね、やっぱり。ありがとうございます。5敗で。僕は今日 3-0 で勝つつもりで来てるんで、まずは1勝と。分かってないね、勝負の醍醐味を。
してもらおうと思います。バスケットのシュート対決です。これからですね、選手2名にボールを投げてもらって、そしてポニーがボールを拾ってきます。シュートをどちらが早く決められるかの勝負にしたいと思います。さあ、それでは行ってみましょうか。では行きます。経験なかなかできないんで、まあ、でも言うとはね、きっちりなんかチョコ君にもいじられて、始まる前まですごいいいコミュニケーション取ってたんですけどね、この人そういう人なんだろうなっていうのをねチョコ君察してくれて、シュートが上手だっていう前評判だったけど、いやそうそう、でも高さはすごい出てたんですけど、そこまで持ってくるのがっていうのは聞いてなかったからねこちら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではこちらお一人様10本ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ユートから僕からいつか先行でじゃあ行かせていただきます。ちょっとこれ1本目はまだあれっすよね、どれぐらい行くのか。行きます。わあ、結構伸びますわ。練習してきてないですよ、これセンス。昨日来てます。センス。打ちっぽみたいな感覚で言わないからね、これ。2本目いきます。これね、でも目悪くてね、片目つぶって見たら風船ぼやけて見えてね、距離感つかめない。前よりちょっと左上。おぉ、
たってたら割れてたんじゃない？惜しい。対決してるけどちょっと応援しちゃいますね。当たる。いやー。それをファイナルだと思って。PS だと思って。エージェルたち。はい。勝負だけど。ああ悪いな、言うともらったあざす。あざす。先輩に花を持たせるという形で今日は手を打っておきます。やっぱりね、最後は俺が勝つんだよ。結果発表1ポイント2ポイントで佐々木選手が馬王です。やっぱりね、馬にも好かれちゃうっていう。ありがとうございます。もうそれにつきます。ありがとうございます。そうです。まあアーチェリーに関してはちょっとやっぱり高校時代の練習してた部分が出ちゃったかなと思うんで、馬との触れ合いに関しては僕もまあ負けてなかったんじゃないかなっていう自信を持ってこれからも生活していきたいと思います。いや、今日回ったとこ以外にもたくさん、遊べる施設もありましたし。一人で来ても楽しい。家族で来てもね。この後ろのロケーションめっちゃ綺麗なんですけど、奥の方もすごい。遊んでご飯食べて一、はい、日中楽しめるから、ぜひぜひ皆さんノーザンホースパークにお越しください、はい、僕も行きます。僕らも僕たちもたまに週末、はい、会うかもしれませんので、その時はお声掛けください。ではありがとうございました。はい、以上でいいです。勝った方が勝った方がこれぐらい勝ちたいですけど、ね、いや、ただ負けてるからね。でも俺は負けて終わんないから。最初はグッチョキッコ、最初はグッチョキッコ、最初はグッチョキッコ、最初はグッチョキッコ。何やってんの？最初はグッチョキッコ。何言うと最初はグッチョキッコ。ああ負けた。負け、最後まで俺が強かったな。やっぱ先輩強いっすわ。